まあ、子供たちに残す日本はですね、やっぱり正直な日本は残したいんですよ。日本のね、非常にいいところは正直だってことなんですね。まあ、よく私が話するのは、中国、ヨーロッパ人が中国に行くと船の渡しでね、必ず騙されると。